高畑勲佐をですね、泣かせる映画が嫌なのと同じく、戦争反対の映画も作るつもりはないと。これはあの、三鷹市のですね、平和集会の講演でも言ってるんですよ。私のホタルの墓を見て感動した、戦闘反対っていう人もいるけども、そんなことはないと。そんな効果は全くない。なんでかっていうと、どんなに辛いのを見せてもですね、こんな辛い思いは絶対に嫌だとなったら、だから戦争はしないぞにはならないと。 私は日本人っていうのもとことんよく知ってると。日本人っていうのは、というかあらゆる民族は、こんな辛い思いをしないためにも軍事力が必要だとか、こんな辛い思いをしないためにもすぐそこにある脅威に対して、まあ、普通の国になろうよって言い出す国だと。それが日本であり、それが日本人であるっていうふうに高畑勲夫ははっきりと何度も言ってると。公式見解ではですね、高畑勲夫はですね、高畑勲夫監督が本作品で書こうとしたのは、 困難に立ち向かい、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女ではありません。決して切り開くことができない、戦争という状況の中で死ななければならない心優しい現代の若者の姿です。現代ではデジタル危機器が発達し、煩わしい社会生活から離れ、ある程度自分の世界に籠もることも可能になった。そのような時代であればこそセータの心情がわかりやすいのではないか、えー。兄弟だけで小さな家族を作ろうとしているセータに、社会的なつながりを煩わしく感じる現代の若者との 類似的なつながりを見出しているということ。しかし戦時中ではその社会的なつながりを排して、兄弟だけで生きることは叶わなかった。そこに悲劇があるとも言えるのです。というふうに、まあ、高畑さんは言ってるわけですね。これね、どういうことかっていうと、実はあの冒頭のシーンですね。セータがですね、そうまあ、のたれ死のシーンでですね、ちゃんとのたれ死にかけているセータにおにぎりをあげている人がいるんですよ。こんな時代でも、これあの、セータの主観どっぷりで使ってみたら、 もうみんな鬼のような人たちで誰一人助けてくれないというふうに思うんですけども、ちゃんと頭を下げてお願いすれば、こんなご飯がない時代に何の見返りもなくおにぎりをあげる人がいるんだよっていうのを一番最初に見せてるんですね。だから、 こいつがこうなったのは戦争のせいでもなければ時代のせいでもないんだよっていうふうにはっきりと戦っていストは冒頭に言い訳ができないようにドンと見せた上で始めてるわけですね。戦争が悪いとか貧しさが人の心を進ませたという話ではない。あとそのテーマに関して僕気になるのはなんで母親の霊は出てこないのか。あれほど節子は母親に会いたがってたから 最後、幽霊となって兄と会うんだったら、そこに母親も霊になって出てきていいはずなんですよ。あの、セータが会いたがってた、お父さんも出てきていいはずですもう死んでるんだから、親子4人で桜の下で写真撮ってるシーンがあるんですよ。だったらば、死んで、この彼らには死ぬことしかなかったんですねっていう話なんだったら、そこになんか別に母親出しても、父親出してもいいはずなんですよ。なんでセツ子とセータの幽霊は2人だけなんでしょうか。これが僕はこの本作品のテーマの一つだと思うので、 皆さんのコメントの自由回答をちょっと見ていこう。生きてるから。いや、生きてない。生きてない。両親は生きていた。それもない。なんで気づかなかったんだそうですね。あんまりこれ気づかないですよね。つまり、セータとセツの二人の話を見てるから、親だけ成仏した。セータの食材えぐい話だ。死んでもボッチだから、残悔エリアだから、料金も、両親も引きこもりしちだったから。<laughs> <laughs> セータが節子を縛っていいた。な、うん、なかなかいいいきますね。僕の考えるですね、岡田諸の妄想と言ってもいいんですけど、の答えの方に行きます、えー。母親のいるですね、ような天国に行けないと。だからといって、地獄に落ちるようなことがないと。こういうのをですね、ダンテの新曲ではですね、煉獄というふうに言います。煉獄というのは天国に行けなかった人、行けなかったんだけど、地獄にも落ちなかった人の行く中間的なところで、苦痛によって、苦しいことによってですね、罪を清められた後、天国に行く場所というふうに、 まあ、カソリックではされています。宗派によるんですけれども。でセーターは煉獄に閉じ込められたので、1988年の現在、映画公開当時の現在でも、いまだに自分の過去。 の過ちと、あと死んでいく妹を見せつけられると。この無限の苦悩高畑は、それを分かってるんですよ。高畑さんは分かっててですね、気の毒にも彼は繰り返すしかないっていうふうに書いているんですよね。<laughs> あの、かなり冷たい書き方なんですけども、生徒は精一杯生きたんだけども、自分の、なんだろうな、最後の苦しみっていうのをずっと見せられていて気の毒なんだけども、それはもう彼は繰り返すしかないんだっていうふうに書いています。最初からですね、煉獄に閉じ込められた少年っていうのを冒頭からこう書いているんですね。だから だから、冒頭あの一番最初のです、ね、三宮の駅のです、ね、現在から始めたと「ぽんぽろ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 ん」って「花びらの白い色は恋人の色をふるさとのあの人のふるさとの」になった瞬間にすごい泣けてくるんですけども。